いや、だから可愛くなかったら自分の絵と全然違う。やっぱりね、可愛いからいけるこれ、ね、可愛くないともう借金回収できないってことが明確に分かってたから。ただまあやっぱりディズニーとかの仕事もやってる工場やってることだけ分かってたんですね。だからまあほのかな期待してたんですよ、きっと大丈夫だ。あと最初にこの不可能なことだったっていう話の中に、まあ、その作るプロセスも今伺ったらとっても大変なんですけど、あのこれをこの壁ホテルの壁につけるかなり巨大なものですから、風を受けてこう何トンものもみがかかってしまうっていうことがあったそうなんですね。でその中でまあいろんな事件があったというのを伺ってるんですけど、そのこう設置に関するこう苦労話の特に思い出深いエピソードがあれば、はい、あのですね、あのやっぱり皆さんもそうですけど、行政の人を説得しなきゃいけないんですね。だから構造的にこれは実現できますということを言わなきゃいけないんですけども、僕らが持っていたのは全然話にならないなんで、椿さんが最初に言ってたのはスパイダーマンのように蜘蛛の巣のようなロープをいっぱいあってその上に乗せるみたいな、すごい超いい加減なプランだったんで、もうそ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 う、ここにね、あの 窓清掃用のこうゴンドラをね引っ張るねこう溝があるんですよ。でこの溝になんかパカッとはめてそこからロープ張ればいいみたいな。なんかね、なんか登っていくようなマシンがあるんですよ。こうグーッとこう沿ってそのマシンにくっつけて引っ張ってもらおうって最初甘い考えしてたんですよ、ね、いっぱい甘い考えしてたんですよ。でもよくあの村井さんがあの横国は土木がすごいので風洞実験を、風洞があってうちがね、まあ、台風設計といってあの本仕掛けとかそれからあのなんだっけそこの、千葉県に行く道路の海ほたる ああいうところの風のねに耐えられる設計をしている人たちがうちに行って風洞実験したんですよ。風洞実験費が300万、それで、うん、違う300万のうち模型が250万で椿さんに50万渡したんですよ。あのでその時に作ったのがウレタンをあのバッタの形この形ですけどこれ削ってでこれにつけるんですよ模型に。でそこにあの風洞でね風を起こしてデータ取るんですよ。これがね何の役にも立たなかったんですまずね言ってることがおかしくてね、みなとみらいはね通常 7-8m の風が吹いてるんで 12m が危険で、もし 15m を超えたらばあの下ろしてくださいみたいな話で、当初はね風船屋の技術の人がねあの自動で降りますみたいないい加減なこと言ってたんで、あの僕らね40万円の風速計買わされたんですよ。風速計がねパトカーランプみたいなブザーにつながっていてね、 15m 超えるとそいつがワン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 なるんですよ、サイレンが、ね、でサイレンが鳴ったらばボタンを押したら自動で収納できますみたいな話だったんですよ。これがねワンワンファンファンがずっと止まらない現場に行くとうるさいから消したんだよねこれでもう15メートル普通に吹いてるし、でまずその前提が違うのと、あとウレタンの模型って固体じゃないですか。だからこう風が受けるのはその固体が受ける面の計算できるんですけど、これ布なんで全然参考にならないんですよ。データが結局1点であの重さ全部受けちゃうから、だから全部破壊されたんですね。だから全くロープの強度とかあのならなくて、あれやった人が今副学長でもしかして来年学長になるかもしれないんだけど、あの一昨日もあったんだけど、いやーあれは無理だよねそういう状態 でそこから先は今度は戸田建設っていうゼネコンのねあのところがプロが入ってやってくれたらですね、僕らはこれもまたいい加減ですけども1500万円ぐらいねあればできんじゃないって言って、そうかちょっとお金足りないなとかのんびりしたらば、あれ4500万だっけ見積もり、もうなんか2人とも黙り込んだもんね。あの見積もり書だけ200万やったんですよ。それでやめるんやったらそれ払わなあかんと言われて行っちゃおうと思ったんだけどね、だからそう見積もり書代請求されたんだよね。見積もり書作成費が200万請求されたんで、ほんでそれやったら一か八かもうやっちゃおうぜみたいになってて、どん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 なって、でロープ1本半のに800万とかやったんですよ。あの4本ロープがあるので、それだけで芝3200万でしょ。養生が800万とか、あの養生ってこうボルトとか落ちたらあかんから、あのクレーン入れるときに鉄板敷くとかね、でガードマンを3人つけるとかねみたいなものを合わせていくと、まあ本当ゼネコンってひどいなと思ったんですけど、まあ4500万それぐらいになって、でももう
でも現実にはクレーン出なかったんだよね。あのミニウィンチで引っ張り上げたから。だから実際は見積もった人たちもやりたくてしょうがないんですよ。やりたくてしょうがないんだけど、会社の方式で見積もるとそれだけになってしまうから仕方がないみたいな。その時にあの40万円の金具っていうのがあって、この一番上のところにね、人が潜って金具をつけて、そこから太いワイヤーを4本引いて土台にするんですけど、でこの金具がね特注になるから、あの時間がかかるんで今作らないと無理ですみたいなこと言われて、で2人で悩んでね、確か椿さんいつもね出歩いてるんですけど、珍しくうちに行って僕電話かけてね、椿さんあの買っちゃうからって電話したのね。で行ったらば、あの戸田建設の担当者の人が、あの分かりましたって、じゃあ全力で私たちもやりますみたいなことで、すごいいい人たちだったんですよ。終わった後もね呼んでくれてね、もう涙流してね祝ってくれたしね。ただ会社がね あるんで、なかなかあの、まあ、できなかったんですけど、でもでそうやって始めて、でさっきから言ってるのが、まあ、実際にはそんなかからなかったんです。いろいろ消えたんですけど、あの総見積もり6500万円になって、で国際交流基金は最初300万でしょ。で途中で1000万までだったらなんとか出しますって言ってくれたんですけども、あのその後最国境の花火が中止になって1500万まで結局出してくれたんですけど、なんかねちょっと嫌だったのが、あの国際交流基金の人からね、すいませんこの年初にねお二人のサインとハンコが欲しいんですって言ったらば、1500万円を超えた分については作家個人の負担とするっていうのを年初にね署名させられたんですよ、お二人で。だからもう自分で払えよみたいな。だからもうあ人生終わったなって終わったので、もまあうちは手放せなきゃいけないし家族にどう言おうみたいな二人とも思ったんですけど、実際はねかなり消えたんで、さっき言ったようにそんなひどいことにはならなかったんですね。まあ結構面白いやり方でね、例えばあのつけたやつを撤去するのにやっぱり450万とかついてるのを、あの役所の人がね、ちょうど次の年に日韓共催のワールドカップがあったんですけど、ワールドカップの広告のバナーをつけるために寄付をするっていうことで、作家が寄付をしてくれたっていう形で450万引き受けてくれたんですよ。だからあのそういう形でどんどん消えていって、まあ実際はひどいことになる。だからでもまあ僕らがひどい目に遭ってるのを周りの人が哀れんだっていうことが大きい。僕らが儲けてたりいい目してたりしたら誰も助けてくれないけど、まあ、あの僕らが五体投地みたいにして血だらけで回ってるから、で学生も必死にやってくれてるから、だから周りの大人たちがやっぱそこまでやるんやったら助けたらなあかんのちゃうかみたいな。戸田建設の社長のとこ行ったらボーンって値引きしてくれた。そう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 、いきなり。そう、社長さんが招待してくれたんだよね、終わった時にね。であとはあの現場はねすごい危険な現場で、あのインターネット足場あるじゃないですか。足場って普通プロの現場だと3段以上はねプロの飛びじゃないと乗っちゃいけないんですけど、我々も学生とかね、あの1年生2年生とかひどい場合はたまたまね横浜に遊びに来た中学生とか現場に入れてたんで、そうするとあの建築会社はねそれやると営業停止になるんで近寄れないんですよ。その人たちはあの横浜駅裏にある本社ビルから双眼鏡で登っていたらしいんですよ。とその代わり安全靴だとかヘルメットは全部置いてってくれて、あの全部装備は貸してくれたんですね。だからそういう協力が、あとはホテルもね、あのもちろん今日来てる小沢さんはそうだけど、ソーシャルラインもね、あの結構厳しい人で、部屋を一つ借りて監視小屋を作ってたんですけど、部屋代なんとかなりませんかって言ったら、いや先生私たちホテルっていうのはねお客様からお金をいただいて部屋を貸す商売ですからただにはできませんって言われたんですけど、まあこっそり負けてくれたのと、あとね変な差し入れいっぱい入れたのね、インターコンラーメンっていうカップラーメンがあるんですよ。でインターコンラーメンの段ボールが3つぐらい置いてあったりしてね、ですごいもう周りの人に助けられたっていうのが大きいです。いやすごい応援してくれて、あの途中で下ろす迷惑かけるからね、下ろしますとか平置きしますって言ったホテルの人があかんって言わはったんですね。でカクテル作ってくれましたよね、バッタのグラスオッパーってカクテルがもともとあるんですけど、それを飛行っていうあのオリジナルカクテル飛行っていうね看板を立ててバーにね、であのみんなで飲みに行ったんで、ね、緑色のまあすごい甘ったるいカクテルでしたけど、そうやってホテル